ツイッターで新しいプリキュア発表されましたね。なんかまた萌え系になったね。で、今回は初代プリキュアが最強すぎるということでツッコミしてきます。圧倒的パワー。歴代のプリキュアが大集合するオールスターって映画があるんですけど、後輩のプリキュア8人がかりで止められなかった巨大船の転落を初代プリキュアは3人だけで軽々しく止めてしまう。もう初代だけのプリキュアでよくね。変身しなくても強い。変身しなくても敵の攻撃をカバンで防いだり、とっさに敵の攻撃を避けたり、恐ろしいレベルの跳躍力や瞬発力を持っている。だから変身しなくても生身で戦えます。戦闘が肉弾戦。現代のスティックなどアイテムを使う近年のプリキュアとは違い、初代のプリキュアは都市空間の肉弾戦のみで戦い続ける。これは吉田沙保里もびっくりだね。真空カッター。初代プリキュアの2人が手をつないで手を空に振りかざしただけで敵を瞬殺した幻の回があるんだけど、あまりにもあっけなくて敵の親玉は唖然としていた。これに関しては敵がかわいそう。キュアブラック VS キュアホワイト。映画でブラックとホワイトが対戦した回があるんですけど、あまりにもガチすぎる戦闘で映画を見てた女児が泣き出す事態が多発し伝説になりました。本当にプリキュアって子供向けなの？